兄さんの武道ですね。兄さんスピードでお願いします。さあさあ、エルフォルテこと28号さんは2つをやってみましたが、モーミーとバトンタッチして、さあお互いに軽量キャラですからね、なかなか展開の早い試合が見られるかもしれません。さあ飛び込みからいきなり掴んで必殺投げを決めていくスティンガー。さあそしてさあ画面打ちが入れ替わって、お互い飛んだり跳ねたりしていく。さあ走り掴みから一回転投げが決まってダメージを奪っていく。さあそして置き攻めは裏表が見えない。さあなんだっけ、スクリュードライバー、スクリューダイバーなんだっけ、なんかそんな感じのやつで突っ込んでいくスティンガー。さあダッシュ系から投げて必殺投げでダメージを取っていくスティンガー。さあそして迎撃して、さあスクリュードライバーで削っていく。スクリューダイバー、まあ何でもいいや、突進突進。さあさあお互い掴めない感じだが、さあ気づいたら武道の体力が残りました。さあそして突進で、まあ今はヒットですかね、さすがに、ヒットして、エルフォルテスティンガーが一番の選手。さあ第2ラウンド、お互いというかスティンガーは突っ込んでいく。スティンガーのよくわからない行動によくわからないって感じで困っているような雰囲気が見える武道だが、さあ着地から掴んで投げて、さあお互い走り回ってる、突っ込んで大足振って足から髪を飛ばすが繋がらない。さあ走り投げは壊して割られて、さあお互いちょっとずつなんか波動で削り合ってる感じですか。さあ突進がくじぎった、突っ込んでいって飛び込みから投げていくスティンガー、必殺投げが決まって、さあまたしてもおっとなんか今瞬間的に裏に回ったように見えましたが、さあどうかな、なんとか。さあそしてさあ掴みを抜けてから走り掴み、これは熱い。さあめくりで、めくりをおっと出して避けていくスティンガー。さあ掴んで必殺投げが決まるが、フォルテの掴み投げはなかなかあいまいち減らないですからね。さあまだワンチャンのゾムド、さあ掴み投げが決まる。さあこちらもレバガチャで回避が早い。さあそしてブドウのジャンプクローが刺さって、ブドウも1ラウンドを取り返していく。さあ最終ラウンド、さあジャンプ B が刺さるが、さあ何かで暴れたところは立つまい、 なんだろうね、あれね、さあ同情したって気がするんだよ。さあジャンプ強で突っ込んでいくブドウ、まず重ならなかったが、さあこちらもジャンプ B でジャンプジャッキックだったかな、確か突っ込んでいくスティンガー。さあお互い何かで突っ込もうとしている。さあスライディング刺さって、スライディングガードされて、しかし反撃はなかった。さあ今のめくりっぽい壊し壊しまで刺さるが、その後は止まらない。さあ突っ込んでいく、今のどっちだろうな、表、さすがに今の。さあ髪の毛が当たって走り投げが少し暴れられる、もしダイヤしかない。さあスティンガーがもういいやって感じで延々と暴れ続けている。さあ今度はジャンプ B が刺さって、さあ置き攻め、ポパンから投げて、さすがにこれはしねえ、必殺投げが決まってヘルフォルテが勝ち上がり。次ですね、1P 側が俺のセイバーで、 2P 側がナントさんのレイスでお願いします。というわけでモミー、よろしく。カプコン、さあいよいよ試合数も少なくなってきましたね。ちなみに、あの、ウェイフトがやってるんで、サンクスタンはないんで、こちらもよろしくお願いします。試合のスタート。今のところ TRF で猛威を振ってるのは、一番猛威を振ってるのは多分オルテガなんですが、そのオルテガがなんかね、雨が降ってるから、面倒いとか言い出して、来なかったんで、まあ自分は本当は、ブラックフィードなんか使ってなかったんですけど、まあ、今日は場に合わせた感じで、さあ割と顔ぶれ勢が新規に参入してくれたので、
非常に参加者の大会になりました。さあ試合の方はいいですか、詰まったゴール押し。さあレースを追い詰めての固めからきっちりヒット確認の、さあ今度ダメージマッチ開幕は相打ち気味ながらダメージマッチ、しかし割り込んだ。こちらになんとさん、レースでさ、ジャンプ強キックがすげえ巡るね。ダッシュしなくて、通常のジャンプ強キックをガンガン振りますとですね。そう、その割り込みジャンプで逃げますよ。あの、レースの壊し自体は早いんで、割り込みには壊しは結構当てます。さあ、逆にスティンガーとかね、壊しが発生して遅いんで、壊し破りだと危ないって感じですね。おっと、漏れた。さあ、まとめに逃げると。そこどっかで勇気を持って突っ走るかダッシュジャンプどっちか。さあ勇気出せなかった、勝ったのはイーグルスとツーカット。あのシュルーダー別に食らっても、ね、10分の1も食らわないし、基本ジャンプでいいじゃないですか。でもし1回ジャンプフォーを取ったら普通に4割とか持ってくるんで、強気強気で。そうですか。いや別に俺やってて気づかなかったんですよ。だからみんな結構ダッシュしようとしてダッシュに止まっちゃってるんで、ダッシュしてそのままレバー前から上一杯にしないと、なんかダッシュニュートラル上ってやると止まるんで。さあ、次はルーザーかな。次、1P 側が SVQ さんの武道、2P 側が、摩擦具。摩擦具の摩擦具でお願いします。あ、そっちでいいよ。カプコン。100円でこんなにできるなんてとか言ってるくせに、お前さっき3回払うけど100円も払うの高くないとか言ってたけど、何なんすかそれは。違いは何なんすか。さあ反応して大事なんだ、いきなりこう頭突き出るじゃん、ちゃんと突進出るじゃん。さあ突進を延々と垂らそうとしている摩擦。さあさあここで毒斬りが入って分身がつく武道。さあ出し攻撃が当たるが、さあこれ走ってきたところを炎で迎撃していく摩擦具。さあ摩擦具が摩擦具で、さあ本人補正が入っているのか、ちょっと強くなってる気がするぞ。さあちょっとずつ、おっとここで掴み破れ投げて、さあ今度は武道が投げていく、炎を吐いて迎撃する木原。さあ武道も暴れていく。さあ走って、さあなんか摩擦具が延々とレバーをガチャガチャしている。さあスライディング入って画面下は、さあ掴んで投げて体力逆転。延々とこのゲームね、あのただ摩擦具さんそのキャラ当たらないっすよ。ただガチャガチャしても無敵技とか出ないんで、ないっすよ、アパカとかないんで、そんなので、ガチャガチャで出るゲームじゃないんで、このゲーム。さあ、ゆとりゲームじゃないんで、この辺気をつけてください。まあ、そっくりだよね、あれね。まさかお前、あのね、まずそっくりだから気をつけた方がいいの。さあ、分身が入って、分身して、武道が画面足で攻め立てていく。さあ、掴みが、掴ったところで、お前それレバーガチャしないと死んでるよ。さあ、武道が画面足に追い詰めている。さあ、ここでまた毒斬りが当たって、さあここで分身からの攻撃当たって、おっとピヨッタ。さあそしてアピールからの掴みを、なんか今一瞬抜けたけど、まあ、また掴んで掴まれている。さあ摩擦が炎を吐いてピー巻きを阻止。さあピー巻きを死ぬほど阻止して、さあ炎を吐いていく。さあそしてスライディングが刺さって摩擦の負け。ゴミ豚にまた一歩近づいて、次負けると完全ゴミ豚なんで、そこ気をつけてください。
さあ次が、1P が牛猫さんのレース、2P側が、トモさんのアストロ、トモさんだよね。カプコン。お願いします。